どうも、サムメロディーに乗って登場いたしました。もう本当に税金泥棒、パンツ泥棒、地味毛量がうよいよとおります国会からやってまいりました。山本太郎と仲間たち、どうして選挙区でマイクを握るのかと申しますと、街頭記者会見をやります。街頭記者会見って何なんだ、閉ざされた場所で行います。で、新聞記者だったりとか大手メディアの方々としてとのやり取りしかほとんどないっていうような、なんかすごいクローズドな世界なんですね。だからそこを皆さんにいろんな発言をしていただいて、そしてその発言をいったりとか、まさに、政治の基本中の基本、皆さんの声を聞くということを、現在実践して、名古屋、そして、京都、そして今日神戸というような流れになっております。というわけで、神戸におきまして三宮で、街頭記者会見始めさせていただきたいと思います。ご発言のある方、どんなことでも結構です。政治にまつわること、まつわらないこと、どんな、たかが山本太郎ですから、あなたの質問に対する心地いい答えが返って、もしも山本が答えられない場合はですね、その内容に詳しい方々が山本に教育をしていただくと、そのような場にできればいいと思っております。どなたかご発言ございますか。一番に手が上がりました、マスクの女性、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。進められています、高齢者の医療費増という嘘のための消費税増税、医療費を押し上げているのは、高齢者の、医療費ではなく海外から売りつけられている新薬と医療機器です。他、富裕層混合診療の解禁をした医療法の改悪、誰でも逮捕しようと思えばできてしまう特定秘密保護法、児童ポルノ法の改悪、先日河野太郎行革大臣は移民の受け入れを検討と発言、それに先立ってか出入国管理及び難民認定法の緩和、国家戦略特区、民泊条例などが決まっています。 TPP や TISA などだったらキリがないです。よく 1% と 99% と言われますが、これらは一般庶民の幸福のための、得をする政策です。私たちの未来を守るために何ができるんだろうと考えます。私は普段の 何気ない買い物から見直しました。発展途上国の生産者労働者から搾取したり、自動労働をさせたり、環境に配慮しない大企業の商品はなるべく買わない、添加物や遺伝子組み換えに平気な大企業の食品はなるべく買わない、軍事資金関連企業を支えないなど、TPP 締結前、私たちの財産が丸裸にされる前に購買行動で一票を投じていくことで効果があると思います。あと、政治に関心を持ち選挙で一票を投じることです。ですが、ちょっと待ってください、はい、救急車通るので一瞬マイク、すいません申し訳ないです。一回マイクオフします。お待たせしました。ですが、現在の選挙に疑問があります。選挙の集計などの業務を株式会社ムサシという民間企業に丸投げしていること自体が問題だと思います。ひっくり返せるものもひっくり返せないので、ぜひ太郎さんに追及していただきたいです。ありがとうございます。今かなり幅広いお話といいますか、この世の中というか現在の日本社会にある全ての問題点、ほとんど何のことやらさっぱりという方もいらっしゃるかもしれません。で、まあ、順番にそれぞれについてお答えしていくのは、最後にお話しされた不正選挙というお話があります。で、これ全国回っている間に不正選挙を追及してくれというような声は各所であります。
でもこの不正選挙に対して裁判も行われたという方いらっしゃったんですけれども、じゃあ裁判までやったんだったら、その裁判資料であったりとか、その弁護団であったりとかっていうような、その詳しい情報をいただければ、そしてそれを見た上で国会質疑に耐えられるものであれば、山本太郎自身の、発言というものも、確かにさしあのやっていくことになるということをお話ししたんですね。で、その札幌でお話しした人が送ってきてくださったんですけれども、添付されているニュースが新聞記事での、例えば、その不正選挙ってことを言われている方々の、その一番の問題点は何だって言ったら、その数えたりだとかする、その武蔵って言われる会社のどうしたこうしたという流れのことに関しては一切情報が入ってきてないんです。だからこの今おそらくこの神戸の方々だ、神戸にいらっしゃる方だけではなく、ここにいらっしゃる方だけではなく、現在このネットを通して、その不正選挙ということに関して興味を持たれるっていう方々、逆に追及されている方々はですね、もう絶対詰められるんだっていうような勢い、これはもう間違いないんだって、証拠、新聞記事以上の情報はやはり必要なんですよね。もちろんそれを言うってことで何か意識を持つってことも生まれるかもしれないんですけれども、これに関してはこの本当にとんでもと事実というところのすごく危ういところにいると、ただでさえ山本太郎とんでもと思われてますから、やっぱりしっかりとした国会質疑に耐えうるような、証拠を持ってじゃないとなかなか踏み込みづらいという部分があります。それを言えば意味があるということとはまた違うと思うんですよね。ごめんなさい、今ご発言いただいた方に今言ったことを言ってるわけじゃないんですけれども、まあ、そのような話を聞くから、その件に関しても追及してほしいというようなお話だと思うんですけれども、逆にこのことにマニアックに取り組んでいる方々が、この問題だけじゃなくてあなたの関心ある問題に関してはぜひその情報をいただきたい、そしてそれをどんどん国会ように思うかもしれないですけれども、話現在、日本の政治がどのように行われているか、はっきり言います、デタラメです。デタラメっぽい山本太郎に言われたくないわと、そんな方もいらっしゃるかもしれませんけど、本当にデタラメなんです。参議院の最前列多すぎる数々です。山本太郎、ここ数ヶ月前ぐらいにですね、参議院の、本会議場でご焼香をしたと、おそらくなんかワイドショーとかで流れてご覧になった方いらっしゃるかもしれません。あれ本当の気持ちですよ。お前らもう死んでるぞと、代理人としては終わってるなと、人々の信託を得てで、国会の中で皆さんのために仕事をするということがあなたたちの仕事なのに真逆を向いてるじゃないかと、もうすでに死んでますよ皆さん、民主主義まで破壊してという意味合いがございました。で、じゃあ一体それは何なのかと、具体的に言えと、民主主義の破壊だ、終わってるだとか、そういうふんわりしたお伝えしていきたいと思います。安倍政権になってからの2年間はそれが特にひどいです。皆さんの方向を向いた政治はほぼ行われてないと思っていただいて結構です。じゃあ誰の方向を向いてるんだっていう話なんです。大企業です。どうして政治家が大企業の方向を向くのかというと、簡単なんです。選挙の時の組織票、金と組織票ですでにコントロールをされている。どのようにコントロールされているか、自分が選挙で受かりたければどこかの大企業や組織や団体と約束をしながら国会の中に入りました。それで送り込まれた特定の人々の代理人であると。その中で議会で頑張ることといえば、の組織党を大きくしてくれた人たちのご恩返しなんです。その話については後で個別具体的にお話ししていきたいと思います。じゃあまずこの国の状況今どうなっているか、こちらに書いてあります。アベノミクス弱者切り捨て一覧、これ本当にほんのちょっとだけです。上がった下がったとあります。左側が上がった、右側が下がった。何が上がった、皆さんが負担する部分が上がった。下がった、何が下がった、皆さんが受けられるサービスが下がった、減ったっていうことなんですよね。消費税のポスありますか、あの前に TPP のポスいこうかな。持ってる方々たくさんいらっしゃると思います。政治になんて興味持てるかよ、バカバカしい。
もうその感覚、まさに本当に間違ってないと思うんです。バカバカしいですよね。だってテレビから流れてくる政治家のやることなんて、本当にこんな奴らに税金払われてるなんてバカバカしいなと。でもそう思っちゃったら、選挙や政治に興味を持たなくなったら思うツボなんです、彼らの。ここには TP 断固反対、ブレないという言葉が書いてあります。これ皆さん何かご存知ですよね。 TPP 断固反対と言っているのは自民党なんです。いつ2012年、選挙の時には嘘つかないがスローガンを一つに挙げて、大筋合意という話にまでなってしまっている。この大筋合意っていうのも合意したした詐欺なんですよね。完全合意ではないんですよ。でもとりあえず既成事実を作っていく。どうしてこうなるんでしょうか。どうせ国民はバカだから、すぐに忘れると思ってこんな嘘ついてるんです。あまりにもひどいでしょ。じゃあ TPP って何なのって話なんですけれども、20分野以上にわたって、本当に大々的に規制緩和が行われていくよと。誰のために？大企業がより金儲けをしやすくなるように。で、当時 TPP 断固反対と言っていた自民党は、本当に TPP に対して反対という奪うものだと言っていた。あれ、そのメンバーたちがどうして今全力で TPP 合意に向かおうとしているのか。嘘なんですよ。張ったりばっかりなんですよ。すいません、消費税のポスターお願いします。ちょっとごめんなさい、これ音声もうちょっと羽織らないようにできますかね。ありがとうございます。もう一枚酔った文があると思います。クローズアップの文が何て書いてありますか。消費充実と安定化に使われますとあります。だけど現状はどうなっているんでしょうか。上がった下がったに変えてください。で、先ほどの表に変わってから何が上がったか。消費税もこれから上がっていくよ。保険、これも引き上げされるよ。高齢者医療費も引き上げ、下がった年金の支給も引き下げられる、介護報酬も引き下げられる、生活保護費も引き下げられる。でたらめなんです。だって忘れるわけないだろうって。苦しいから忘れられないよ、今の生活が苦しいんだからって話ですよね。どうしてこうなるのって一つずつちょっと説明していきたいと思います。上がったの方から説明。消費増税、これ2014年に始まりましたか。89年から始まりました。 3% でした。97年に 5% に上がったよ。そして2014年には 8% になったんだ。そして2017年の4月に 10% へ。どうして2017年だと思います。2016年、来年にしてしまったら不利でしょ。あいつら税金上げたやつらやっていう印象が刷り込まれるのが嫌だから、選挙が終わった次の年の春に上げるっつってるんです。完全舐められてるんですよ、本当に。結局上げるんです。でね、提言を出している人たちがいます。どんな人でしょうか。日本経済団体連合会、経団連、1300社もの大きな企業がつながっている団体ですよね、経団連。この経団連が組織票、そして組織票ばかりじゃなく企業献金という形で常にこの経団連は提言を行っています。提言という名の命令。その中ではこの消費税に関しましては2025年までに 19% に上げると言っている。はぁ、 10% にも上げるの難しいのに19% まで上げろって言ってる。25年までなんでそんなこと言うのかって話なんですよね。だって消費税どんどん上がっていって消費者も苦しむ、中小企業、零細企業、大企業に対して消費税ね、価格に転嫁できない、どんどん首が締まっていく。中小企業、零細企業で雇用されている人は何割ぐらい、
7割から6割ぐらい、この国に生きている人たちの多くがそういうような働き方をしている人たちに対して、どんどん消費税というような形で首を絞めていけばこの国どうなるかって分かりきったことじゃないですか。どれだけの数の企業が倒産した、そして今も廃業し続けてるかって、ありえない話なんです。経団連が消費税を上げろと言っている理由は、自分たちの法人税をもっと下げたいから。法人税もっと下げて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 いけばいくほどこの国の収入減りますよ、ね、減った分を消費税で賄えって話なんです。だから2025年までに 19% に上げろっていう、まあ、はっきり言ってもテロリストですよ、こんな何様だっていう話なんです。この国で一番力を持っているのは消費者の皆さんなんですけれども、その消費者の皆さんの力によって成り立っている自分たちが今や政治をコントロールして、皆さんまでコントロールしている気になっていると、持続可能な社会を作る気は全くない。今だけ、金だけ、自分だけ、まさにその通りなんです。その話はまた後で詳しくしたいと思います。次いきます。ごめんなさい、アベノミックス上がった下がったの話ですね、ごめんなさいね。で、先ほどの話がありました、何が上がって下がったのかってことをちょっと細かく話させてください、ざっくりと。はい、そうですね、5番、あ、上がった下がった順番バラバラやなこれ。じゃあね、何にしようかな、介護保険にしましょうか。介護保険の内容、はい、ありました。介護保険料値上げされましたと。全額、全額使うって言ったのにどんどん値上げになっていくよ。 11% 値上げですって。自営業者の方、年金支給されている方々、そして 6.2% は会社員の皆さんだったりっていう方が該当すると。で、その下いきましょう。介護保険料とは何か。要介護の認定を受けた人が1割自己負担してくださいねっていうようなことになると。もしもあなたに何かあった場合といいますか、先々年を重ねていったときに要介護認定を受けた人1割の自己負担で済みますよってものですよね。でもこの負担どんどん変わっていくかもしれない。自己負担率が1割になり2割になり3割になり、多分そうなっていきますよ。はい、次いきますか。はい、高齢者の患者負担、これも増えてしまった。年 2.9 万円の負担増だって。おかしいな、負担ばっかり増えてるじゃないかって。で、もらえるもん何なのって話なんですけど、もらえるもんもどんどん減っていってしまってると。もうちょっと上ですね、これね、13万より上です。もっと上じゃないですか。はい、じゃあもう7番あたりからいきますか。じゃあ、あなたが一番困った時に手を差し伸べてほしい、だからこそ税金を払って社会で支え合うっていうシステムがあるんですよね。皆さんが払っているものは年貢ではない、税金であると。社会を支え合いのシステム、これを成立させるために税金を払っていただいている、そんな状況なんです。で、あなたが本当に困った時に受けられるものは何だろう。この国のセーフティーネットってものを考えてみた時に、生活保護というものがあると思います。生活保護なんてお前怠け者が受けるものだろ、そう思い込んでいる方いらっしゃるかもしれませんけれども、実際はどうなのか。生活保護なんてとんでもないと、恥を知れ、そのようなことを刷り込んだのが自民党の片山さつきさんとかメディアとか。本当か、生活保護不正受給者だらけなのかって話なんです。実際不正受給が何パーセントぐらいだか皆さんご存知ですよね。生活保護の不正受給全体の 1.8%、 額に直すと 0.5%、 98% 98% の受給者が適正に受給してるんですよ。なのにこれを引き下げるって、引き下げるだけじゃなくてレッテル貼りですよ。あいつらは怠け者だ、恥を知れ、自分の足で立て。立てない人たちが受けるこの生活保護で、次のチャンスリスタート、人生もう一回スタートを切るっていう間に自分たちで、その間国のシステムを利用する。立てない人でも大丈夫、社会で支え合うんだからってものなのに、ここを 10% 下げることに決めたんです。第二次安倍政権が始まってから、俺生活保護関係ないからという方にも関係がある。なぜか、この生活保護の基準、これは法律の中で最低賃金とリンクするということが定められている。ということは、この生活保護基準が引き下げられれば最低賃金は上がりづらくなる。
最低賃金、俺最低賃金と関係ないよって関係あるんですよ。最低賃金も賃金の基準の一つなんだから。で、この日本の最低賃金はもうすでに国連から勧告が出てる、社会権契約の委員会から勧告が出てる、最低生存というような基準も下回ってるじゃないかって。これで健康で文化的な最低限の暮らしなんてできるはずがないということが国連から言われている。でも最低賃金上がりづらくするために生活保護ももちろん社会保障の削減ということもありますけれども、社会保障の削減ということでこの生活保護を減額する意味と、そしてもう一つは企業に対する、企業に対してケツを舐めるために、汚い言葉でごめんなさい、のためにこの最低賃金を上がりづらくするという2つの意味合いを持って前に進めた、誰のための政治をするかという宣言をもうすでにしてるんですよ。弱い者の面倒をこれから見ていかないぞ、どんどん厳しくなるぞ、貧乏人は死ね、国に頼るな、自分で立て、自助自立、このような状況が生まれてきています。で、どれぐらい切ったか、総額で670億円。そればかりでなく、この先にもさらに2017年度までには320億円も減額すると。その一方でオスプレイは買わせていただきます、アメリカさんが言ってた値段の倍で3900億円ですか、3600億円ですか、それぐらいの大枚はたきますよって、人の金ですからって、皆さんの税金をどう集めてどう使うのかが政治なのにもかかわらず、この国に生きる人々の首を絞めながら自分たちの既得権益、そういうものに金を流し続ける政治が現在確かにあるということなんです。じゃあこのさっき言った生活保護、言いましたよね、 98% が適正に受給しているものなんだって。どういう人々が受けているのかという、その内訳ございますかね。この生活保護というものに関しても受けられる人っていうのは一握りの人だけですよ。水際で断られる、水際作戦、そして親族に連絡される、おいお前の身内、お前の身内で見ろよっていうような連絡されるわけですよ。でも家族関係全員が良好とは限らない。 DV の旦那から逃げるためにそのような手続きを踏もうとしたもいるかもしれない。あまりにもひどい話じゃないですかそれって。じゃあ見てみましょう、 98% の適正受給者の方々がどんな方々か。半分を占めるのが高齢者世代、5人に1人が貧困、高齢者の5人に1人が貧困という状況に置かれているこの国で、この 98% の適正受給者、この半分は高齢者、そして母子世帯、一人親で育ててるよっていうのがそれに続く。で、ごめんなさい、順番逆だった。2番目に多いのが傷病者、障害者、そして一人親世帯、その他の世帯と続くと。で、その他の世帯って何なんだよって話なんですけど、この国のセーフティーネット十分ではございません。例えば会社クビになる、辞めたい、そんな話になった場合に会社都合ってことであればその手当が出ますよね、雇用保険かけてんだったら。だけどこれ自主都合退社ってことになっちゃったらお金出るまでに時間かかりません？3ヶ月かかるとしたら3ヶ月自分で食いつながなきゃいけない。貯金は今 31% 貯金ゼロ世帯なんです。3ヶ月その手当が出るまでの間もつなげない人たちがたくさんいるっていう状況ですよね。じゃあどうなりますか。2つしかない。もう1回就職するか、生活保護に流れるか。もう1回就職するって自主都合退社ってことにさせられる、自主都合で辞めますってことにさせられる人たちたくさんいる中で、要はブラック企業で働いてましたと、長時間労働、低賃金、もうモラハラっていうような環境の中でもう自分の心もボロボロになって健康も害してもうダメだと辞めることになった。でも手当が出るまでは時間があるからまた働くしかない、もう選べない、そしたらまたブラック企業からブラック企業へ流れていくしかないっていうような状況にされてしまってる。で、それでも無理だっていう人は生活保護に行って、セーフティーネットこれ1個じゃダメに決まってますよね。その手前で1個救うセーフティーネットが必要だと思うんですけれども、それが十分に機能してないと。そしてこの生活保護さえもちゃんとセーフティーネットとして機能してるとは言えない。
じゃあこの国の最終的なセーフティーネットはどこになるかっつったら刑務所だって話なんです。サンドイッチ盗んで何か物壊してとか何でもいいから捕まえてくれと、刑務所に入れてくれと、サンドの飯は食えるだろうというような悲惨な状況に置かれた人たちがたくさんいる。あまりにもひどい話だと思いませんか。しょうがないだろお前、国は借金だらけなんだって。じゃあお前どっかに財源あんのか。ありますよ財源、作ればいいんです。どうやって。税金取るべきとこから取りゃいいんですよ。考えてみてください皆さん。先ほど言いました消費税の話、日本経済団体連合会経団連は2025年までに 19% に上げろと言っている。 19% まで上げろと言っている。どうして 19% まで上げろという提言、正しくは命令ですよ、を政治に実行させているかっていうと、自分たちの法人税をもっと下げろって話になってる。じゃあ分かりました、企業が払っている法人税っていうのはよっぽど高いんですねって話ですよね。じゃあちょっと表で見てみましょうか。1990年代の法人実効税率 49.98%、 これ高いですね、ちょっとね、なんか高いなと思いますよね。で2014年度を見てみましょう、 34.62% で2015年になりまして 32.11% になった。で2016年、これ最近新聞に載ってましたよね、 30.99% で、この先どうなっていくの。2017年度には 20% 台に突入、もっと下げていくぞって話になっている。もちろんこの企業から、大企業からの税収っていうものが減っていけば、皆さんにその減った分補ってもらわなきゃ国回らない、国が回らないんですよ。どうしてここまで企業に対して税金を安くしていくんですかっていう話に対してよく聞かれるのが、企業がもっと活躍できた方が、企業がもっと金持ちになった方が雇用も増えるし賃金も上がるだろう、そう思ってませんか。そう思われてる方、思わされてる方たくさんいらっしゃると思います。その話をする前に、この2014年度の 34.62% の時に山本太郎事務所は財務省に対して問い合わせをしました。何と聞いたか、すいませんと、法人税実効税率 34.62%、 この税率通りに支払っている企業の数と名前を教えてくれと財務省から後で連絡があった。調べましたと、税率通りに支払っている企業は存在しないという答えだったんです。おかしくないですか。高いだろう企業への税率、これを下げなきゃさ賃金も上がらないし雇用も増えないよっていうような空気にしておく、どんどん下げていくから行くからっつってて、もうすでに払ってる企業なんて存在してないって、その税率でどうしてそうなんのって。企業に対する税金の控除、数々のシステム存在してんだって、88もあるって。皆さんに88も税逃れできるようなシステム用意されてますか。でも大企業にはされてるんだって、ずいぶん優しいんだね大企業には。これはべらぼうな、べらぼうに高い納税をしろと言ってるわけじゃないんですよ。それなりに儲けてるんだったらそれなりにお支払いくださいということを国がやっていかなきゃ、皆さんに対して負担が重くなるの当然なんですよ。負担が重くなるとするならば、企業が儲けた分のいくらかが分配されてるっていうことが元にないとこれ成立しませんよね。じゃあ先ほどから言っています、企業が儲かれば賃金が増えるよね、企業が儲かれば雇用が増えるぜ、そんな空気にされているけれども、実際じゃあどんな働き方が増えてて賃金はどうなってんのってことを見ていきたいんですけれども、見てください、正規非正規の賃金格差ってことになっています。おそらく中学生高校生の方も、この話を聞いている方いらっしゃると思うので、正規と非正規何が違う、正規の社員非正規の社員何が違うってことをお話ししたいと思います。一番違うのは賃金だよ、表を見て分かる通りだと思います。あくまでも平均です。正規の平均473万円だよ、非正規の賃金167万8000円ところに書いてありますけどね、これずいぶん違いますよね。でやってる仕事はどう違うの、そんな変わんないですよ。
ほとんど同じような仕事をさせられているにもかかわらず、これだけの賃金の格差がある。それだけじゃなく、非正規は会社が好きな時に首が切れるって、こんな不安定な働き方をどんどん増やしている状況なんです。安倍政権になってからは正規の社員7万人も減った、非正規の社員が100万人以上増えた、149万人増えた。これ一体誰のためだと思います？大企業がより儲けるためにはコストをどんどん削いでいかなきゃいけない、コストダウンしなきゃいけない。一番のコストって何だって考えたら、働く人々、働いてるあなたなんですよ。あなたがコストなんです。このコストを削減するためには非正規という働き方が爆発的に増えていく、賃金がどんどん安くなっていくっていう方向に持っていくのが一番おいしいんですよね。そりゃそうかと。大企業380兆円を超えるような内部留保を貯めていくお手伝いをしてるわけですよ。すごいことですよね。その一方で皆さんはどんどん首が締まっていくっていうような働き方にされていると。あまりにもひどい話だと思いません？で、企業どれぐらい儲けているか、アベノミクスでお金持ちになった方ってこの中にはいらっしゃいますか？いらっしゃったらぜひ献金していただきたいんです。あ、いらっしゃった、一人だけ。無理してないですか？ありがとうございます。それはそうなんです。アベノミクス、その恩恵に授かれるのは、おそらく該当者は 0.1%、 1% 程度の人間じゃないですか。2015年の4月から6月までの決算において、上場企業過去最高益を上げた企業どれぐらいあるかご存知でしょうか？590社過去最高益、バブルの時よりも上回る過去最高益が590社。その中であなたの賃金ミラクル起きました？あなたの雇用環境にミラクル起きましたか？起きるはずないんですよ。今の向かっている政治の方向を見れば、あなたはコストでしかないから、使い潰される対象でしかもうなくなってしまってるっていう状況なんです。嘘だと思うならしっかりと今の政治を見てください。ここに今ずっといろんな資料出してますけど、もちろん全て裏取れてるものですから。で、賃金上がった上がったというけれども、実質賃金を見てみれば29ヶ月連続でダウンかよと。でも最近ちょっと上がったって話になっています。でも結局それって消費増税分とかそういうものに追いつかない、物価の上昇に追いつかないとかっていうような話にされてしまってると。あまりにもひどい。企業がいくら儲けようと、過去最高益が590社になろうと、あなたの生活にはほぼ関係のない話なんです。でもあなたのための国、あなたが受けられるサービス、あなたが払っている税金、それによって受けられるサービスは極端に削減されていく。じゃあその税金はどこに回っていくのかと言いますと、ルール変更、大企業のためにルール変更をした、ルール変更をした代理人、この国会議員がお世話になった企業にどんどん流れていくっていう話なんです。当然ですよね。お前誰のおかげで国会議員になれたんだって、例えば国会議員に聞いたとしたら、多くの国会議員に聞いていったとしたら、心の中でこの有権者の皆さんのおかげです、そんなような答えになると思うんですけれども、心の中では特定の企業であったりとか、特定の団体であったりっていう方々のおかげだって思うに決まってますよ。現在国政選挙が行われても投票率は50数%程度、組織票がある人たちが強くなるの当然なんですよ。投票率が下がれば下がるほどこの組織票は輝いていくんです。投票率が上がれば状況を変わっていくんですけれども、もう皆さんの多くが選挙に対して、政治に対して、もういいよと、関係ないよもう政治はと、もう呆れて物も言えないという状況になってしまっている。でもこれは誰にとって一番好都合かというと、先ほど言った通り、組織票がある人、企業献金を受けている人たちのもっと美味しい状況を作り出してしまうっていう話なんですよね。で、ごめんなさい、さっきの1問目から随分街頭記者会見と銘打っているのに僕しか喋っていないということに今気づきました。すいません。で、この先もいろいろ喋ることはあるんですが、どうしようかな、一回質問挟みましょうか。その方がいいですよね。すいません。どなたかご質問、じゃあ真ん中の方。あ、こんばんは。あ、こんばんは。今年の4月まで神戸の
大学院で政治学を勉強してました。はい、今を政治家のところでインターンしてます。嫌いと申します。この大学の院生たちが中心となってシリーズってやってたんですけど、はい、僕のちょうど後輩だったんですけど、まあ、見てると実際に安保法案をやめたいっていうよりもなんか自分たちのパフォーマンスに満足してパフォーマンス性をどんどん追求していったっていう方向があると思うんです。で、山本先生ですかね、もう山本さんでもう結構パフォーマンスがすごい上手だと思うんですけど、実際に本当に TPP 反対をやめたいとか安保法案を反対したいとなると急進的なその個人が一人で活動するよりも3日以内でちゃんと集合行為を取らないと現実には結びつかないと思うんですけど、そういったことを踏まえた上で、3つぐらい質問したいと思います。山本さんはもともと政治関係ではないということを知ってるんですけど、山本さん その思想っていうのを既存の政治的思想に当てはめるとそのコミュニズムなのかソーシャリズムなのかリベラリズムなのかというふうなのをどれに当てはまるかというのと、すみません、順番に答えていいですか、はい、最後に質問を覚えられてる自信がないんで、はい、なんせ容量がこんなもんですから。で、今の話からいくと、まあ、一番最後の話ですね、カテゴライズすると何になるのかって話なんですけど、そんなことは別に僕が決めたくない話なんです。どうしてか、カテゴライズしないでくれと。A 型、B 型、AB 型、そういうものの見方もあるし、そういう遊びもあるだろう。右翼、左翼、リベラリスト、コミュニスト、いろんな考え方があると思うけれど、それカテゴライズしないと何か不都合あるんですかね。カテゴライズすることによって自分の自由度っていうものを逆に規制してしまうというか、制限してしまうような面もあるのかなと。もちろんそれぞれに活動されていて、自分は何々人、わかんないですけどね、なんかそういうカテゴリーがあって落ち着くって方はそれでいいと思うんです。でも僕は別にそういう政治的な思想から入ったりとか政治教育を受けた上で今の仕事に就いたわけじゃないので、やっぱり今政治がおかしいと、で何やろな、大手メディアの報道とか見てもやっぱりこれはおかしいと、こういうやっぱり利益を追求して